サムライ塾の後藤です。こちらの動画ではですね、建設業経理士一級試験対策講座の財務分析ですね、こちらのオリエンテーションのお話をしております。はい、では行きましょう。まずですね、こちらの建設業経理士一級の本試験、においてはですね、財務分析においては数学ですね、特に分数です。この分数の基本的なですね、計算ができないとちょっと対処できないんですね。うん、そんなに難しいやつは出ませんけどね。うん、基本的なところです。まあ、小学校、高学年と中学校ぐらいですか、1年生ぐらいですかね、という、まあ、数学の一部ですけどね、しかも全部じゃなくて一部なんですけど、それが出題されますね。出題されるというか、その知識がないと解けませんね。で、その知識がですね、ある方はね、全然問題なく、ね、もういきなり、財務分析っていうね、科目の内容に入ってもらっても全然構わないんですけど、ちょっとね、数学のね、部分が、ちょっと俺はちょっと弱いんだっていう方はですね、やっぱりね、この数学の部分をね、ちゃんとやった方がいいです。ね。うん。で、いろんなね、例えば建設業経理士の、まあ、財務分析もそうですし、まあ、簿記のね、二小簿記検定試験もそうですしね、まあ、いろんな簿記の検定試験ありますね。でもね、いろんな簿記の検定試験の書籍とかね、読んでみますと、やっぱね、数学の基本的なところってやっぱないんですよね。載ってないんですよね。だからね、そこはもうね、まあ、できて当たり前っていうのはちょっと表現悪いかもわかりませんけどね、このね、数学の分数の計算はもうできて当たり前ですよねっていう感じでね、どん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 進んでってしまいますね。うん。で、それね、僕30年近く簿記講師もプロの簿記講師としてやってますけど、もちろん数学得意な人は別にいいんですよね。でもね、結構ね、数学が苦手だっていう方も多いんですよね。うん。僕が講師経験してきた中でね、うん、そこでね、やっぱりこの数学の部分をね、もう丸々いきなりすっ飛ばしてですね、もういきなりね、ちょっと財務分析の内容の、話に入ってしまうっていうのはですね、ちょっと僕の場合はですよ、あくまで侍塾の後藤道夫の場合ですけどね、まあ、ちょっとね、まあ、そのやり方じゃなくて、やっぱ僕はね、本当の基本の基本から喋るってことが僕のね、一つの、まあ、メリットというか、一つのね、まあ、強みというかね、一つの特徴ですから。やはり僕はね、ちょっと悩みましたけど、数学のね、財務分析で出てくる数学にもちろん絞りますけど、建設業経理士1級の財務分析に出てくる数学の中で、基本的なところはですね、やっぱりしっかりとまずやっておこうということで、これはオリエンテーションの中で喋ることにしました。ね。したがってですね、ちょっとこちらの方に書きましたけどもね、テキスト編の1から4、これ実はね、テキスト編って今回言うんですけどね、1枚目から4枚目まで実はあります、これ。1、2、3、4ってあってね、4枚あるんですけど、ね、はい、4枚です、ね。で、このテキスト編の1から4ですね、これは財務分析に最低限必要な数学の知識なんです。ね、したがってですね、練習問題。まあ、ここにちょっと練習問題とかあるんですけど、練習問題がスラスラ解けない方のみ、こちらの方は学習をするようにしてください。これから練習問題移しますからね。うん。で、逆に言うと、練習問題見てですね、なんだこれ結構簡単解けるじゃんっていう方は、この1から4枚目は見なくて結構です。ね。うん。まあ、前提の数学の知識はもう完璧だということで、全然見なくて結構です。ね。うん、そのまま財務分析の内容に行っていただいて結構だと思います。ね。それに対してですね、今から僕が練習問題を移してきますから、ね。まあ、2秒ぐらいのね、間隔でちょっと移していくんでね、皆さんのスマートフォンのね、例えば写メかなんかをね、ちょっと用意しておいていただいて、まあ、画面ストップしても別にいいんですけどね、この YouTube の画面ストップしてもらっても全然構わないんですけど、それはお任せしますから、ね。これから移す練習問題っていうやつですね。これをですね、解いてほしいんですよ。ね。で、それ解いた中からですね、スラスラ解けないとダメでしょ。ね、スラスラね。ちょっと、って考えちゃったらダメですからね。うん。スラスラね、解けるっていう状態で、ようやくスタートラインに立てるんですよ。財務分析のね、科目の場合はね。はい。したがってですね、これから移していきますんで、それをまずね、解いてみてください。ね。で、それがスラスラ解ける方はね、もうこのね、1枚目から4枚目の今から喋るオリエンテーションは見なくて、もちろん全然結構です。ね。逆に、ちょっとスラスラできないぞと
いう方はですね、このオリエンテーションの中で、あの数学の話もたっぷりしますから、僕、丁寧にね。うん。それで、あのマスターしていただければ結構ですから。ね。よろしいですかね。したがってね、あの数学が別に苦手な方も全然安心してくださいね。うん。この4枚のね、テキストの方を、あのじっくりとね、僕と一緒に、解説を聞きながら、あのマスターしていけばいいだけの話ですからね。うん。数学の苦手な方はね。うん。ということでね、あの数学が苦手な方も安心して、ね、僕のこのオリエンテーションを聞いてね、あ、なるほど、これが最低限の数学なんだっていうことでね、マスターしてってください。はい、よろしいでしょうかね。じゃあ前置きはこのぐらいにしましてね、じゃあ早速ちょっと練習問題をね、あの移していきますんでね、一回ね、画面を止めていただいて、もしくは写メで写真を撮っていただいて、一回ご自分でね解いてみてください。はい、じゃあ行きましょうかね。まずはですね、こちらです。はい、練習問題ね。次の100分率、まあいいか、問題文もいいか。はい、じゃこれです、ね、すいません、ちょっとおります。はい、まず1問目これですね。はい、これです。はい、これ解いてみてください。答えは後で言います。はい、で次ですね、今度はこちらです。はい、練習問題これです。はい、これ画面ストップしてまた解いてみてください。まあ、時間指定は特にしませんけど、スラスラじゃないとダメですからね。ちょっとうんって止まってしまったらダメですからね。はい、では次です。こちらです。これです。はい、やってみてください、ね、これもスラスラですからね、サササーと解けないとダメですよ。はい、では次です。今度はですね、よいしょ、はい、これですね。まあ、これむっちゃ大事です。これです。練習問題なんですけど、まあ、これが超重要でね、徹底的マスターしましょうと書いてある通り、この練習問題が、まあ、10問あるんですけど、ね、あのスラスラ解ければ卒業です、基本的に。はい、じゃあちょっとね、大きいんでね、5問ずつ移しますから。はい、まずこれです、この5問。はい、画面止めてやってください。スラスラですからね、考えてはダメですからね。はい、まあ、考えてダメ中がね。ちょっと時間かかってダメですからね。はい、じゃあ次です。今度6番から10番ね。はい、これもスラスラって解いてください。ちょっと難易度が上がってますけどね、徐々にね。はい、ってことでね、まだ続きますよ。はい、じゃあ次3枚目になります。はい、こちらです。はい、約分というやつです。2問です、やってください。これもスラスラですからね。はい、で次こちらです。はい、逆数です。はい、これもスラスラやってくださいね。はい、で次です。あとはこれだね。はい、こちらです。この練習問題をやってください。これもスラスラです。はい、よろしいでしょうか。ね。で、今のがですね、問題です。ね。そして、回答も移しますから、とりあえずね。これ結論の回答ですけど、ね。レジモトの回答です。はい。まずこちら。一番最初の100分率っていう問題だったんですけど、これ答えです。ちょっと丸付けしてください。ご自分で。はい。で、次ですね。まあ、シャゴニューっていうやつでした。はい。丸付けしてください。まあ、画面止めてね、これ回答チェックしてください。で、これ切り捨てです。こうですね、丸付けしてください。はい、で一番重要ですよって言ったのがこれです。10問あります。はい、これも丸付けしてください。はい、で、こちらですね、まあ、これ約分なんですけどね。はい、でこれが逆数の答えです。はい、こちらが最後の問題、過去の中の整数埋めなさいっていう問題ですね。はい、ということでね、今ね、ちょっと数学の問題をですね、今ちょっとやってみましたね、やってもらいました。はい、どうだったでしょうかね。うん、で最後のですね、回答チェックして、全問正解ね。でなおかつ、全問正解っていうのと、なおかつスラスラですからね、ちょっと何回も言っちゃって申し訳ないんですけど、スラスラ解けたっていうのが前提ですからね。はい、
ということで、ね、まあ、全問解けてなおかつスラスラと、ね、いう方はですね、もう数学の部分は大丈夫です、ね、これ以上数学基本的に出ませんので、財務分析はね、うん、ということで、この問題がね、もうできればもう十分だということです。はい、まずここまでよろしいでしょうか、ね、はい、では次ですね。でちょっとね、4枚目の方で数学がもう得意だっていう方向けのね、ちょっとトークをもう最初にやっちゃいますからね。で今のやつでちょっとできなかったっていう方はね、これからたっぷり喋りますから大丈夫ですね。じっくりとね、数学の話を聞くようにしてください。はい、じゃあまずね、ちょっとオリエンテーションを最初にやっちゃいますね。はい、じゃこれちょっと数学できた方向けのトークになりますからね、基本的にね。はい、一応でも数学できない方も一応聞いてくださいね。できなかった方も聞いてくださいね。うん、そのできなかった方向けの話もちょっと入ってますから、このね、数学が苦手な方向けってあるんで、ちょっと聞いてください。はい、じゃあ行きます。財務分析に必要最低限、最低限必要な数学をマスターしたら、つまり今のやつです、練習問題ね。したら、レジュメ編、これ適当編っていうんですけど、次レジュメ編っていうのがあるんですよ、僕の講義ではね。はい、でレジュメ編の計算式、ちょっとカッコストバしてを見ながらで良いので、第26回第5問の別紙資料の金額をもとに計算式に当てはめ、回答の比率などを計算してみてくださいと、ね、いうことでですね、これ何言ってるのかというと、ちょっと計算式さっきすっ飛ばしたんですけど、中身ちょっと見てきます。建設業経理試験検定試験、財務分析使用比率表っていうのがあるんですけど、ね、うん、ちょっとここが気にしなくていいです、後で喋りますからね。っていうのがあるんですけど、はい、これ何ですかっていうとね、これです。こういうやつがあるんですよ、ね、これ誰でも無料でダウンロードできますからね、振興基金さんのホームページからダウンロードしてくださいね。この建設業経理士検定試験の財務分析使用比率表というこういった表があるんですよ、ね、全部で3ページあるんですけど、ね、ちょっと僕はね、B4 サイズの紙にするっていうコピー方式取ってるんでね、ちょっと1枚2枚で1枚ね、これ B4 そして3枚ということでね、うん、なってますけど、ね、うん、まあ、基本的に3枚ですからね、 A4 サイズの3枚ね、12そして3ということですからね、うん、はい、で次です。ここにですね、実はこうやってね、まあ、例えば一番上見ますとね、総資本経常利益率とか書いてあってですね、で3式があるんですよ、脇にね、総資本分の経常利益 ×100 ってありますよね。これが要するに計算式なんですよ、この総資本、経常利益率の式なんですね、うん、でこれが例えば1番って番号書いてありますね、うん、で次にまあ2番つってね、まあ、経営資本営業利益率とかですね、3番つってね、自己資本、当期純益率とか、まあ、いろんな感じで、こんな感じね。比率が、こうやって書いてあるんです、そうやってね。うん。まあ、ここに番号があるんですけどね。うん。で、こっちの方にもね、実はまあ、関連比率っていうことで、まあ、これとの関係するよって意味なんですけど、こっちはかっこいいしね。で、総資本、営業利益率って言ってますね。うん。まあ、さっき経常利益率だったんですけど、この営業利益率になってるだけなんですけどね。まあ、式は脇に書いてます、こうやって。ね、でこれ、ね、例えばカッコ1となってて、でカッコ2カッコ3つバーってあるんですよ、バーってあります、ね、でこっちのもブワーってありまして、ね、でこっちもブワーってありまして、最後はですね、まあ、カッコなしの方は30までがあって、カッコありの方は38まであるんですよ。だから合計すると大体まあ70近くあるんですよね、この比率の式がね、うん、でぶっちゃけたなし、これ覚えてしまったら終わりなんですよ、ほぼ計算問題は、財務分析はね、うん、だから後でちょっとまた見ていきますけどね、覚えるのがもう本当に得意だとね、暗記が得意だとね、そして数学も得意だという方はですね、もうぶっちゃけたなし、この比率表をね全部覚えてしまって、あとね、後でもちょっと言いますけど、理論ですね、第1問と第2問理論が出てくるんでね、うん、理論対策ですね、その理論対策はね、まあ、おすすめなのはこの本なんですけどね、建設業会計の概説っていうね、この本があるんですけどね、うん、これこの本がネタ本ですから、要はこの試験のね、うん、だこれ買ってきて、ね、でこれ一個一個ね丁寧に読み込んでいくとね、理論はもう完璧ですからね、うん、
っていう形でやっていけばですね、十分独学でも受かると思います、はっきり言ってね、数学が得意な方はね、あと記憶もねすごく得意な方はね、暗記がね得意な方はもうそれでいい、あとはこの本ね、あとこの本で理論ね自分でもちろん読むんですけどね、これやっていただければもう十分独学でもねいけるとは思います。財務分析はね、ね、ちょっと財務諸表とかね、原価計算はなかなかそれじゃ厳しいんですけどね、財務分析に絞ってお話をするとそういうことです。 OK ですかね。はい、では次ですね。でこれがですね70個ぐらい今ありましてね、この70個ぐらいあった比率をですね今言ったように覚えてしまえばですね、まあほぼほぼもう計算問題っていうのは第3問から第5問なので、あとでちょっと喋りますけど出るんですけど、それは取れちゃうんですよ財務分析ってね。はい、だからですね非常に範囲が狭いっていう話になるんですけど、はい、じゃあちょっと話戻します。今ね、もう一回喋りますと、財務分析に必要最低限の数学をマスターしましたね、マスターしましたとか、マスターしたとしましょう。でその後はですねレジュメ編のですね、計算式っていうのはこれ今の比率表なんですよ、これですよ、これ、ね、これ比率表ってやつ、これです、ね、これです。はい、で比率表ですねの、見ながらで良いので、第26回第5問の別紙資料の金額をもとに計算式に当てはめ回答の比率を計算してみてくださいって言ってるんですけど、ね、これ何言ったのかというと、ね、まあ、段階でもいいんですけど基本的には最新問題の方がいいんで26回僕が言ってます。例えばこんな感じ、ね、これも無料で、ね、誰でもダウンロードできますからね、新興基金さんがね、第26回の、例えばね、建設業経費検定試験の1級のね、財務分析の試験問題っつってね、これ全部ダウンロードできますからね、していただきたいんですけど、第5問のですね、最後にこれ4ページ目なんですけどね、まあ、こんな感じでね、別紙資料ってあるんですよ、こうやって。ね、まあ、別紙とか別増益かな、別増益資料とかな、っていうのがあるんです、こうやって。まあ、これが貸借対照表でね、で、これが損益計算書で。まあ、キャッシュフローっていうのもあって、で完成工事原価報告書っていうのがあるんですけど、ね、まあ、こんな感じでね資料があるんですよ。でこのですね資料、つまり PL と BS ね、を元にしながらですね、さっきの計算式があったじゃないですか、計算式ね、これですよ、使用比率表ね、はい、が頭に入っていれば、これが頭に入っていればですね、この数字を引っ張ってきてこの式に当てはめるだけなんですよ実はね、だから記憶が得意な人、つまり暗記が得意な人は有利ですよと、そういうことです。これ頭に要請入っていればいいんです別にね、ここから引っ張ってくるだけですから、あとは OK ですかね。はい、でその時ですね、この70項目があったらしいじゃないですか、今ね、約70項目の比率があったんですけど、この主要のね、表というのが比率があったんですけど、ね、この主要のですね、やつを見ながらで結構なんで、最初ね、この式、もちろん全然覚えられませんからね、もちろんね、いきなりは覚えてる人いませんから、最初はもちろん全然見ちゃって構わないんで、いいんですけども、ね、この資料を見ながらですね、こっから数字を引っ張ってきて、ね、第26回の第5問に関しては、全部やってほしいんですよ、これ70項目ね、手書きで書いてね、その時にはね、であとは何回も何回もねそれを繰り返してやってって暗記していけば、ぶっちゃけた話ね、合格可能性が出てくるんですよ。そういう試験なんです基本的にね、財務分析はね、はい、まずここまでよろしいですかね。はい、では次です。でちょっと話戻すと、はい、じゃあいきますよ。その後、今のね、この関連比率ね、この式を見ながらで結構なんで、この26回のね、別紙資料のやつを引っ張ってきて、自分で比率を計算するってことね。はい。それをやって、はい。関連する過去問、現時点では第5問の問1のみということでね、ちょっと後で詳しくしゃべりますけどね、問1のみはできるんですけど、ね、20点の部分はできるんですけど、同じように計算式を見ながら当てはめて、解いてみてくださいと。ね。で、その際、ね、実際に手書きで計算式と金額を写して書いていくと。ね。つまり、模写ですね。押してくださいと。いうことになります。ね、で、その模写が、
後々の合格イメージにつながるというね、こういうことなんですね。うん、だからね、この計算式をですね、この計算式をね、うん、書いてほしいんですよ、最初。一生懸命。めんどくさくてもね。うん。いじじっく。とりあえず丁寧に、ね、やってほしいんです、ね。うん。で、そのやり方は後でまたね、このオリエンテーションの後で喋っていきますから、ちゃんとね。うん。具体的に喋っていきますからね。うん。それは後でイメージできますけど、ね。それをね、実際やっぱ書いてほしいんですね。うん、模写です。基本模写なんですよ、勉強するのはね。うすすってことよ、ね、模写が勉強の基本です、ね、書いてるときに、ね、書いてるっていうときは手を動かしてるっていうことだね。脳みそが動いてるっていう証拠なんですよ、ね、でなんか文字を書いてるっていうときは脳が、ね、活性化されてるんで、ね、脳は文字を写してるだけでも脳は読んでるんですよ、これ文章ね、うん、でただ単に何も書かないで読んでるのと書きながら読むのって全然違うんですよ、脳に入り具合がね、うん、手を動かしてるからです、ね、全然違う、もう10倍以上違いますよ、でただ読むのとね、うん、だから10回読むんだったら1回書いた方がいいですよ、ね、そんぐらいの記憶が定着しやすいんですよ、書くっていうことは、模写っつうのはね、うん、だからここはね、めんどくさがらずにね、書いた方がいいです、最初は、ね、はい、でそれをやっていくとね、後々の合格イメージになりますよってことなんです、ね、はい。でなお、数学がです、さっきも言いましたけども、建設業形式の財務分析についてはですね、数学が得意な人ならば、財務分析を行うための前提となる会計の知識、ね、これはね、一言で言っちゃうと、PL と BS の関係性が完璧に理解できているかどうかなんですよね。うん、これです、はっきり言って。まあ、他にもあるんですけど、ね、うん、一番大事なのはこれです。損益計算書の貸借対照表と、まあ、キャッシュロー計算書もそうなんですけど、ね、あと、完成工事原価報告書もそうなんですけど、この関係性ですね。関係性をちゃんと人に説明できるレベルで理解するっていうのが前提となる会計知識ってやつなんですよ。ね、ここは単なる暗記じゃダメですからね。ここはね、うん、はい、式はある程度暗記でも結構なんですけど、ここはダメです。ここはちゃんと理解してくださいね。はい。で、あとはですね、比率を完璧に覚える。まあこれは暗記ですね。計算式を完璧に覚える。まあ計算式っていうのはこれですね。使用比率表、この計算式です。これです。はい、ということでこの2つですね、この2つ、会計の知識の理解とあと式の暗記ですね、はい、だけで合格できる可能性がある科目なんですよ。さっきもちらっと言いましたけどね、財務分析はね。したがって、本試験前にですね、全範囲を一瞬で復習できるっていう教材はですね、まあ、上記の比率表とポイントを絞った私のレジュメ数枚ですって言ってるんですけど、これ何言ってんのと言うとですね、こういうことなんですよ、ね、財務諸表とか減価計算の他の科目の時はですね、結構範囲も広いんで、僕は目次法っていう方法を取るんですけど、目次をブワーッとね、問題形式で書くやつなんですけどね、減価計算のオリエンテーションの方でも喋ってますからね、まあ、もしよろしければ減価計算のオリエンテーションの方を検索してね、また見てください、ね、そこで目次法って話を してますから、たっぷりね、ここではちょっともうしません、目次法はね、うん、目次法ってほとんど使いませんから、財務分析ではね、はい、ちょっと減価計算と勉強の仕方違うんでね、はい、で話を戻します。でそうしますとね、結局本試験会場に持ってってほしい教材っていうのはね、まずこれですね、この使用比率表っていうやつなんですよ。これがだから1枚2枚3枚でしょ、まあ A4 サイズにすると3枚ですよ、まずこの3枚なんですよ。だとこれ比率を覚えれば解けますからね、もうね、うん、でなおかつね、4枚目っていうのはまあこの空欄になってますけど、僕の場合はね、うん、この空欄に目次法、減価計算の目次法ってやつね、例えば何でもいいんですけどね、自己資本ね、利益率、まあ何でもいいや、うん、何でもいいって言うと思いつかないですよね、まあいいや、何ですかな、うん、ちょっとすいませんね、じゃあロイにしようかな、はい、投下賞利益率、ね、について述べなさいみたいなね、まあ、感じ、そんな感じのね、こう問題文の方がブワーッと目次形式で書いたんですよ、ね、うん、でブワーッと書いてあって、前半ね、前半のやつがブワーッと書いてるやつが、まあ、1枚か2枚ぐらいかな、うん、そうというのが持ってく教材なんですよ、ね、でその目次見ただけでね、目次見ただけでその内容がパッと浮かぶっていうね、まあ、本試験直前でね、
見る教材っていうのはね、少なければ少ないほどいいですからね。うん、だ財務分析に関してはね、なんとね、たったね、まあ、この1、多分ね、この1ページとか2ページぐらいに収まります。まあ、多くても2、3枚はいけませんからね、大丈夫です。原価計算で3ページなんですよ、目次法やったらね。うん。原価計算で3ページなんで、財務分析だったらね、まあ、下手したら1ページ終わっちゃいます。多くても2ページ、2ページの半分ぐらいかな。うん。まあ、で、OK なんで、ね。だからね、多分ね、4枚ぐらいでもう十分なんですよ。1枚、2枚、3枚、4枚ね。まあ、多くても5枚です。ね。うん。ということで、たった5枚ぐらいね。たった5枚ぐらいの教材で、なんとですね、財務分析が全範囲が復習できちゃうんですよ。これ、すごい科目ですよね。うん。で、なおかつ、その4枚かね、5枚のうち、まあ、もしくは4枚のうちですね、なんと3枚については、全員が手に入るっていう教材なんですよね。だって、こう、無料で載ってますからね。うん。すごいでしょ、この、科目がね。うん、だすごくいいと思いますよ。ね。うん。で、次です。話を戻しますと、他の、こっちか。今喋ったのはこれですね。本試験前に前半を一瞬で復習できる教材は、上記の比率表、今の比率表ね。使用比率表と、ポイントを絞った私のレジュメの数枚。まあ、これ、目次法ね。要はね。うん、これは僕のちょっと講座を受けた方しか、もちろん入手できないんですけどね。うん、これはちょっと申し訳ありませんけど、ね。うん。独学の方は、ご自分でね、こちらの方でね、概説の方で、ご自分で作ってくださいね。目次法ってやつをね。うん、はい、じゃあ話を戻します。で、次です。そのため、他の2科目、まあ、財務諸表とですね、原価計算ですね、よりも範囲が狭く、これね、かなり狭いです、範囲。財務分析は。ね。うん。かつ、比較的短期合格しやすいと。ね。うん。もちろん理解もしないといけないんですよ。さっき言ったように、これ前提となる会計の知識は理解しないといけませんがね。しないといけないんですけど、ね。でも、圧倒的に、ね。これ分量少ないですからね。うん。圧倒的に、この計算式を覚えるっていうね。うん。比率の方が、比重の方が高いんですよ。重要性が高いんですよ。この科目はね。うん、だから他の科目に比べて、つまり財務諸表と原価計算に比べてですね、理解っていうことをね、重視する科目じゃないんですね、財務分析はね。だから非常に短期間で受かりやすいんですこれね。だから合格率が高い、一番高いのは財務分析ですからね。うん、ということでね、まあ、ちなみに次は原価計算が難しくて、一番難しいのが財務諸表でしょうね。うん、これ圧倒的に難しいですよこれ。難しいのは範囲がむちゃ広いですこれね。まあ、ちょこっと言っとくと、財務諸表はね、基本的に例えば50点60点であってもね、70点まではかなり遠いですからね、そういうふうに思ってくださいね。うん、第一問が一番大変なんだこれ、財務諸表はね、むちゃくちゃ範囲が広いですからね、これ結構大変です。計算問題は結構簡単なんでね、うん、結構すぐ4、50点ぐらいは結構いっちゃうんですけどね、なかなかね70点はいかないと思います、これ。範囲が広いから。ね。一番最後まで多分手こずるのはこれです。財務諸表です、おそらく。ね。うん。まあ、うちの塾生、一級の塾生さんなんかもやっぱり手こずるのはこれですからね。財務諸表ね。うん。ということで。まあ、原価計算も結構最近は大変なんですけど、ね。でも、財務諸表に比べると比較的ね、まあ、範囲も狭いし、ね。これに比べてですからね、あくまで、ね。財務諸表に比べてですけど、原価計算、ね、範囲は狭いし、ね。うん。まあ、受かりやすいっていう意味ではね、ちょっとないんですけど、ね。まあ、範囲は狭いんでね。うん。まあ、勉強時間はそんなに少なくて済むかなってこと。財務諸表に比べるとっていう話やってますからね、今ね。あくまでね。うん、ということです。はい。で、この2科目に比べて、と範囲が狭くて、と受かりやすいのが財務諸表、財務分析なんですよ。ね。OK ですかね。だから、これちょっとおすすめなんですよ。財務分析はね。うん。はい。しかしですね。しかし、ここからですけど、理想はですね、理想は計算式の模写段階で完全に覚えられればいいんですけどね、さっき言ったね、この第5問の資料があるじゃないですか、ね、あとね、使用の比率表あるでしょ、これね、うん、この使用の比率表は別に見ちゃって構わないが、最初はね、見ちゃって構わないんで、でここからね、数字を引っ張ってきてもらって、ね、で数字を出すと、ね、いうことをやってほしいっていうことを言ったんですけど、ね。まあ、1回目はなかなかね、覚えてませんから、もちろん書いてほしいんですけど、2回目、3回目、4回目、5回目、10回目ってやってくるとね、多分覚えてきちゃうんで、ね、
その場合はね、もうここの試験は見ないでね、もう比率を見ただけでね、この試験はバーッとまず書けるようになって、ね、頭に入ってるようになって、ね、で、この数字からね、比率がパパパパ、この PL と BS からね、数字をパン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 拾って解けると、ね、いう状態になればいいよっていうことですよ、今喋ったのはね。理想は、ね、もうそれやってるだけで、ね、模写してるだけで、もう覚えちゃえばいいですけどねって話ですかね、あくまで、ね、理想は。ね、はい、だから理想は計算式の模写段階で、さっきのことでね、模写段階で完全に覚えられればいいんですけども、現実にはですね、やっぱり一つ一つの計算式を理解してからじゃないと、このね、計算式を完全に覚えるっていうのはですね、僕難しいと思います、はっきり言ってね。うん、これね、うん、14歳超えた場合はですね、難しいと思いますよ、基本的にはね。何言ってるのかというと、この一個一個のね、比率ありますよね、まあ主要比率表の式があるんですけど、この式にはですね、実はですね、裏番で意味があるんですよ、一個ずつね。なぜこういう計算やってんのっていうですね、意味が70個だから全部ありますからね、意味がちゃんとあるんですよ、ね、でその意味がちゃんとあるからこそこういう式になるんだよっていうね、理屈がもちろんあるんですね。うん、暗記で一応できるって言ってもですね、この式に至るまでのやっぱり理論があるんで、ちゃんとしたね。でその理論をですね、やっぱりちゃんと理解しないと、簡単な計算式は別にいいんですけど、ね、ちょっとね、複雑な計算式結構やっぱあるんですよ、ちょろちょろっと、ね。それはね、はっきり言ってね、理解しないと計算式覚えられません。ね。暗記すればもちろんいいっちゃえばいいんですけど、計算式をね。でもね、そんなに暗記できるようなタイプのね、計算式じゃないのもあるんですよ。まあ、具体的に言うとね、借金関係の比率なんか結構難しいですよ、覚えるの、ね。理解しないとやっぱ無理です、あれ。ね。うん、権利負担能力とかね、具体的に言うと、そういったものとかね、あと、建て替え工事比率かな。ね、すみません、まあ、この辺だよね、今ね。2ページのね、この辺がね、多分覚えられないんですよ、多分。なかなか厳しいですよ、建て替え工事高比率ね、これね。この辺なんかもね、多分ね、今ちょっと見ましたけどね、これね、うん、まあちょっとね、難しいです、これ、おそらく。ね。あとね、僕がね、多分苦労するだろうなっていうのは、ここですね、おそらくね。この必要運転資金月商倍率っていうのは、この必要運転資金っていうね、ここなんですね。ここら辺はね、多分ね、かなり苦労すると思います。あとキャッシュフローね、ここね、うん、これか、ここも苦労すると思いますよ。この純キャッシュフローってやつなんですけど、5番目ね、うん、これもね、ちゃんと理解しないとね、ちょっと無理です、これ、はっきり言ってね。うん、他にもありますね。うん、というようにですね、やっぱり比率暗記すればいいんですよと言ってもですね、やっぱりね、一つ一つ理解した方がね、僕はいいと思ってます、はっきり言ってね。うん、で理解しないとやっぱりね、覚えられませんよ、なんだかんだ言ってね。うん、と僕は思います。つか僕はそうですからね。うん、したがってね、やっぱ一個一個ね、ちょっと理解して覚えるというふうにしないと、僕はね、うん、ちょっと厳しいかなというふうには思っております。ね。はい。では、次ですね。したがって、模写段階では、ね、この計算式を写すっていうね、模写段階では合格イメージとしての計算式の当てはめだけで結構ですから。あくまでイメージね。うん。そして、講義の予習という位置づけで学習してみてくださいということでね。うん。僕の講座を受ける方はね、うん、この講義の予習としてね、当てはめの、この講義のすぐ後に僕、当てはめ方ちゃんとさっきも言ったようにやりますからね、うん、一個一個手にこう全部やるんで、僕は、うん、これね、この26回のね、第5問の資料使って、ね、この式に当てはめると、こういう風になりますよってこと、全部僕70個やりますから、ちゃんと、ね、うん、
まあ、そこはあの僕の講座を受ける方は安心してくださいね。うん、で僕の講座を受けない方はね、あの、まあ、ご自分で独学かね、もしくは他講さんってやると思うんですけどね、まあ、それはあの、うん、引き続きそちらの方でやっててくださいね。はい、あくまで僕の講座の場合はということですけどね。はい、ということで、講義の予習としてね、この計算式の、ね、模写というのはやってくださいということです。ね、あとで僕が一個一個丁寧に喋りますから、理屈をね、この比率のね、一個一個ね、一個残らず丁寧に全部喋りますから。うん、それが終わった頃にもう完璧に分かってきます。なるほどね、だからこの計算式はこうだったのねというのがちゃんと分かりますから、ね、そこは安心してください、ね。はい、でなおですね、いかに出題パターンのと、タイプ別の合格イメージを記載しましたので合格戦略に役立ててくださいということでね、まあ、一応ここに書いておきました。一応この時点でも喋っちゃいますね。はい、じゃあいきますよ。まずね、財務分析の出題パターン及び傾向対策なんですけど、ね、まずですね、第1問から第5問まであるというのは一緒で、そして第1問からですね、実は2問目までが理論問題です。ね、で3、4、で5ですね。うん、これ計算問題です。ね、ただし5の問い2ですね。これ理論問題なんですよ。10点分なんですけどね。うん、ということでね、計算が第1、3問、第4問、第5問の問い1。ね、これが計算問題。ね、そして第1問、第2問、そして、第5問の問いね、これが理論問題ってなっております。OK ですかね。はい。で、次ですね。じゃあ、どういったものが出るんですかってことなんですけど、まず第1問の理論は記述式ですね。まあ、何について述べなさいとか、何について説明しなさいとかね。まあ、これは財務諸表とか、計画計算と一緒です。基本的に出され方はね。で、次、問い2です。第2問ですね。これが、まあ、15点なんですけど、これ文章の穴埋めですね。基本的にね。うん、文章の穴埋めです。で、問い3です。第3問です。20点なんですけど、これ計算問題ですね。これ、PL と BS の穴埋めっていうタイプの問題なんですよ。ね。うん。あとでちょっと対策しゃべりますから。で、第4問が15点で、これ計算問題なんですけど、CVP 分析とですね、生産性の分析ってやつがよく出ます。ね。で、CVP は結構難しいです、実は。ね。生産性はね、結構楽です。優しいですね。はい。あとでまた対策しゃべりますからね。これ15点ね。で、第5問の問1ですね。これが計算問題なんですけど、これがね、比率などの算定ってことで、うん、ここを徹底的に覚えておくというので解けるっていうタイプなんです。ね。うん。そして、後でちょっと言いますけど、第5問の問1がね、まあ、これが、さっきこう、全部模写してくださいっていうやつなんですけど、ね。これができるようになると、実は問い3もできちゃうし、問い3なんかも結構、まあ、生産数なんかはできちゃいます。ね、うん。だから、第5問の問い1のですね、20点のこの対策をしっかりとやることによって、ね、つまりこの模写ですね。模写をしっかりとやることによって、第4問もできるようになるし、第3問もできるようになるってことなんですよ。ね。だからね、かなり、この、なんだ、大事なとこなんですね。最初の模写の話が。ね。OK ですかね。で、次です。じゃあ、対策はどうすればいいんですかっていうことなんですけど、はい、こうやります。まずですね、今、ちらっと言っちゃったんですけど、ね、最近、計算からいきましょうか。ね。まずですね、第5問の問1はですね、これ、計算式を覚えれば解けちゃうんですよ。ね。だから、これですよ、今ね。この主要比率表ですね。この主要比率表のこう70個全部覚えちゃえば解けます。これはね。うん。これが第5問のね。問い1です。まあ一番ベースになる問題のことです。ね。はい。そして、今言ったように、第5問の問い1ができちゃえばですね、はい。第3問いっちゃいますけど、計算式を覚えれば、つまりこれね、計算式を覚えればまで一緒でしょ？うん。パズルみたいに実は解けちゃうの第3問なんですよ。はっきり言って、パズルですね。第3問はね。うん。パズルです、パズル。ね。うん。で、こんだけに、さっきちらっと言った、ね、数学が使われるんですよ。ね、数学ね。練習問題で一番大きかった10問のやつあったでしょ。あれが出てくるんですよ。ね、ちょっと具体的に言うと、これですね。さっきのテキスト編でいくと、はい、このね、2ページ目なんですけど、これなんですよ。これがパッパッパーってできないと、解けないんです、第3問は。ね、だからこれが徹底的に超重要なんで徹底的にマスターしましょうって僕書いたのはこれ第3問対策なんですよ。要はもうすでにね。うん。ということでね、第5問のですね計算式の模写ね、模写ね
この計算式の模写をやればですね、第3問はね、あとは数学ができてる人だったらパズルで解けちゃうんで、ね、だからもうすぐセットでここ行けちゃいます。これ第5問の砥石とね、第3問はもうセットで行けちゃいます。これね、うん。でなおかつさっきもちらっと言いましたけど、生産性はね、もう優しいんですよ。生産性はもうこの計算式に入ってるんで、第5問の砥石の対策の中に入っちゃってるんで、ね、だからこれはもう対策の方にはもう書いてませんからね、うん、もうこの生産性っていうのはこの中に入ってると思ってください。要は第5問のね、統一対策に入ってると思ってください。ただね、ここにさっきも言いましたけど、 CVP はねちょっと難しいんですよ。座員分析の CVP はね、うん、だからね、これはね完璧理解しないとダメですね、 CVP に関しては。うん、どの角度から問われても解けるようにしてくださいね、 CVP はね。うん、最初の難関はここかもしれませんね、座員分析はね。最初の難関、第4問の CVP ですね、これです。特に二小簿記からね、まあ、上がってきたというか、二小簿記からねこの試験向けようっつって来た方はね、これちょっと違いますんで、二小とはちょっと違うんですよね、CVP の出し方がね、多少ですけどね違うんで、あれって戸惑っちゃう方も多いと思うんでね、うん、CVP に関してだけで言ったら、ちょっと建設業のこの財務分析の方が多分難しいと思います、僕はね。うん、ってことでここはねしっかりとね完全理解してほしいです。はい、で次ですね。でこれで計算問題終わりなんですけどね。で計算問題が終わってですね、対策が終わってですね、でちょっと2問目、第2問と実は第5問の問いにが全く同じ対策の仕方なんですけど、まあどっちからでもいいんですけど、こっちにしましょうか。第5問の問いに行きましょうか。計算式を文章にするだけで解けちゃうんですよ、実はね。この理論も穴埋めね、文章の穴埋めなんですけどね、解けちゃうんですよ、うん。で第2問も実は同じなんです、これ文章の並びでしょ。だからこれも計算式を文章するだけで解けちゃうんですよ、ね、うん。具体的に何言ってるかというと、ね、ちょっと問題見た方がいいね、うん。例えば そうだここに書いてあるわね。例えばこれ26回のやつでちょっとしゃべりましょうか。こんな感じです。これが第2問ねの問題なんですけど、15点でしょ、はい。でこうやって問題文がありましてね、こんな感じで、これ第2問ね、うん、でしょ。これ穴埋めしょ。これ企業の何々分析とはってあるじゃないですか、バーってね。で下から選べって感じでこうやって解くんですよ。これが第2問ね、うん。でこれをですね、穴埋めできるためにはどうしないといけないのかちゅうとね、このまず計算式が頭に入っているというのはまず前提なんですね。この使用比率よね、計算70個のやつが頭に入ってるのがまず前提です。でなおかつね、まあちょっと理論問題なんでもちろん暗記じゃ対応できないんですけど、一個一個のこの比率ですよね、この比率のちゃんとした意味が分かるようになれば、ここねスムーズに入りますね。意味が分かんなくても、なんつうの、当てずっぽじゃもちろんダメですけど、意味分かんなくてもね、選択肢がここに書いてあるんでね、自分で言葉考えて埋めるじゃないですから、あるんで全部こうやってね。だから消去法でね、これがないかな、これがないかなっつって考えておけば、まあ、10個って、これ7個か、7個中、まあ、半分ぐらい取れますね。半分ぐらい取れますよ。ね。計算式理解してなくてもね。うん。で、計算式もちゃんと理解してね、70個のやつを全部ちゃんと1個ずつ理解して、ね。そして、やればもう全部解けます。スパーッとね。うん。ということでね。これがね、第2問なんですよ、ね。そして第5問ね、まあ、せっかくですからちょっと第5問も見ちゃいましょうか。第5問のね、問題文の方も、しますね、あったあった、はい。これ26回ねの第5問なんですけど、問いに見てください。これです、はい、一緒でしょ。これが第5問の問い2ですからね、穴埋めじゃないですか。で下に5群あるでしょ、ね、うん。したがって第2問とですね、これ第2問ですと第5問の問いには同じなんですよ、出題パターンがね。うん、だから同じように解けますよってことを言ってるわけです。よろしいですかね。はい、したがって、はい、話戻しますとね、うん、こちらです。第5問の問い1と第2問、言い直し、第5問の問い2と第2問ですね、これ同じです、ね。だから計算式を文章するだけで解けます。ね。5群選択ですから、
自分であの言葉を覚える必要ないんでね、うん、だから半分ぐらいは取れます。あの暗記の人でも取れます。理解してる人は全部解けます。きれいさっぱり解けますね。はい、でここまででね、まあ、ほぼほぼもう合格レベルなんですけどね、あと第一問だけですからね。第一問20点なんでね、うん、これ、まあ、仮に全部落としちゃったとしても80点ですから、まあ、これで合格なんですけど、一応念のため保険としてね、第一問の理論対策ですね、これ記述式なんですけど、これねやっぱり最低限のキーワードは書けるようにしてください。キーワードね、うん、ということでね、書けるようにした方がいいと思いますね。で具体的にはね、まあ、独学者の場合はもうね、やることは決まってるんですけど、概説ですよね。これ買ってきて、一個一個丁寧に読んでくださいよ、これね。第一問対策はね。こっから出てきますから、第一問もね。うん。で、財務分析の第一問はね、他の2科目、財務諸表と減価計算と違ってですね、結構繰り返して出るんですよ。同じやつがね。比較的ね。うん。だから、対策しやすいですよ。ものすごくね。うん。だから、この概説買って、しっかりとね、一個一個丁寧にやってください。ね、うん。で、もう一つちょっとコツを教えておくと、これ使えるんですよ、実は。第二問の文章がね、そのまま使えます。これね、すごくいい文章なんです、実はね。うん、だからこの文章をですね、そのまま、まあ、暗記とまではいかなくてもね、まあ、これキーワードの中にはね、キーワード、うん、重要の5キーワードっていうのはね、さっきのキーワードはこれですよ。この穴埋めのところですよ。これもひっくるめて文章としてね、覚えておくとすごく便利です。これそのまま使えるんですよ、実は。第一問に結構使える時あるんですよね。うん、だから僕のね、実はオリジナルレジュメの方はね、そういう風に作りましたか、ちゃんと、ね、これ第一問とね、第二問のね、まあ、過去に出てきたやつのね、まあ、回答例っていうのは、まあ、ここに全部書いてあるんで、ね、でこれをベースにしてですね、で解説に書いてあるやつを僕は一応ベースにしまして、そして、ね、こう短い文章に僕しましたからね。うん、例えば500字のやつをね、200字とか100字に僕したんですよ、ね、でその100字とか200字でコンパクトにねしとけば、それ答案に使えるんで、そのまま、ね、うん、それを僕の方はレジュメで作りましたから、僕のオリジナルレジュメでね、うん、で作りましたけどね、こう実は使えるんですね、第2問とかね、あと第5問ももちろん使えますからね。うん、まあ、第2問と第5問の問いには同じなんでね、これ第5問の問いにね、この文章もね結構使えるんですよ。このまま使えたりするんですよ、第1問にね。これがキーワードですから、要は、ね、このキーワードが書ければいいんですよ、要はね。はい、ということで第1問対策はね、まあそんな感じでやっていただけると、まあ保険ですけどね、第1問はね、まあ、10点ぐらい取れてますもん、それでキーワード書ければね。うん、あんまり文章よく文章になってなくてもね、いけると思いますよ、ね、うん、ということでほぼほぼ100点でもう合格できるということになるわけです。 OK ですかね。はい、そしてですね、最後に、こちらですね、数学かつ暗記ですねが得意か否かによるタイプ別の合格戦略ということでね、書いてありますけどね、先にこっち喋っちゃいます、ね、でこっちはね、後でまた喋りますからね、うん、数学が、あ、まあいいか、とりあえず喋っちゃいます、とりあえずね。はい、どこで喋ったかな、80、あ、もう1時間ぐらいかかるんだね。うん、すいません。じゃあもう喋っちゃいます、とりあえずね。うん、はい、じゃあいきますよ。まずね、数学が得意、数学かつ暗記が得意な方向けのね、勉強法でちょっと喋っていきますよ。まず丸1です。そうするとね、第5問の問1の計算式の当てはめと暗記をまずやっちゃってください、得意な方はね。うん、これ当てはめと暗記です、これです、これね、うん、どうやったっけ、比率ですよね、よいしょ、これですね、この使用比率表ね、うん、で、26回ね、第5問ね、別紙のやつ、これをベースにして、ね、この比率に当てはめていくっていう練習ですね。で、暗記ですもんね。暗記は得意だから。ね。ということで、やっちゃってください。はい。で、これが1番目ね。そして2番目に、財務分析を行うための前提の会計知識をマスターしてください。ね。これ、ものすごく大事ですよ。ね。うん。で、まあ、他校さんでね、勉強されると思うんですよ。暗記が得意な方はね。うん。
うん、だから、まあ、独学もしくは他校さんだと思うんでね、まあ、独学の方はこれですね、解説買ってきて一個一個やってくださいね、うん、で他校さんの方は他校さんのやつでやってください、ね、他校さんのこれもちろんちゃんとやると思います、ここら辺はね、はい、で丸さんですね、第3問の解き方をマスターしてね、他の第3問も一気にやっちゃってください、ね、あのさっき言ったようにこれ第3問とパズルなんでね、もうこのね第5問の問1がね比率あの計算式がもう分かっちゃったらあの第3問解けちゃうんでね一気にできますから、ね、で4番目に、第4問ですね15点ですね、この解き方と考え方をマスターしてください、ね、まあ、特に CVP ね難しいですからね、これしっかりとやってください、はい、で次ですね、5番目計算式を一つ一つそして理解してください、あのいくらねあの暗記が得意だっつってもあのやっぱりね理解した方がいいですよ、だって理解しないとさっき言ったように第2問解けませんからね、あの半分ぐらいしか解けませんから、第2問と第5問の問いにはね15点と10点ですから結構高いですからね、合計数25点あるんですからね、うん、でこれで半分ぐらいしか解けなくなっちゃうんで、そうするとまあ10点とかね下手すると10点ぐらいしか取れませんからね、25点中10点約4割ぐらいしか取れなくなっちゃうんでそれも厳しいんで、やっぱり25点中まあ20点取りたいですよね、うん、したがってやっぱり一個一個理解する必要があると思います、最終的にはね、うん、だそれをやってくださいね、うん、でこれもね、繰り返して申し訳ないですけど概説にたっぷり書いてますから一個一個の比率の意味はね、うん、これ読み込むということと、あとねあの他校さんのね講座を受ける方は他校さんで多分じっくりとやると思うんで一個一個ね、うん、それで吸収していってくださいね、ちゃんと理解してくださいね、もちろんね、あのいくら暗記が得意だからっつって暗記で終わらせちゃダメですからね、うん、ちょこっとだけ言うとこれね実務にむちゃくちゃ大事なんですよ、この財務分析はね、うん、実務にむっちゃ出ますから、ね、だから単なる暗記じゃ実務では通用しませんからね、うん、ちゃんと理解してできるように仕事してほしいんで、やっぱり一個一個理解してくださいね、うん、で、その理解し終わったら丸6でね第2問のとあと第5問の問いですね、これを解くということで、これも一気に解いちゃえば OK ですよ、ね、で一個一個理解すればね、計算がもともと数学が得意っていう方ですし暗記が得意っていう方なんでね、これ本当に一気にスムーズにいけますから大丈夫です、ね、こんなとね多分勉強むっちゃ楽しいですよ、もうね、スラ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 計算もできるし理解もしてるからね、むっちゃ楽しくなるし勉強も楽しくなるし、多分ね仕事が楽しくなりますよ、ものすごく楽しくなります、おそらくここまで来るとね、いやなんだこの面白さはってなるでしょね、うん、僕それを掴んでほしいんですよ実はね、あの一級合格も大事ですよ、大事なんですけどやっぱ仕事ですよね、うん、仕事やっててやっぱ楽しいなとかね分かるなっていう感覚を持ってほしいんですよね、うん、人生で一番長いのは仕事やってる時ですからね、うん、だからねその仕事やってる時をね、まあ、ぜひぜひ、まあ、これちょっと僕人生観なんで、ね、押し付けるつもりないんですけど、うん、やっぱ仕事やってる時にね楽しい嬉しいとかねそういった気持ちが少しでも多い方がね、まあ、よりいいかなというふうに僕は思ってるんでね、僕はですよあくまでね、うん、だからね仕事が楽しくなってくるのはやっぱり一個一個比率を計算式を理解した時なんでね、うん、だからこれをぜひやってほしいと思います、はい、で最後にね7番目として第1問で20点ですけどね、さっき言ったようにキーワードをね理解して覚えるということでね、まあ、第2問とかね、第5問のね問いに、ね、文章ですね、これをちょっと短めにして自分でね覚えておくと、まあ多分他校さんの受講される方多分そこら辺のねシンプルにまとめてくれてる文章とかも多分書いてくれてると思うんでね、ちょっと僕は分かりませんけどね、うん、僕の講座でもちろんやりますからね、たっぷりそう作ってますから、ね、オリジナルレジュメで作ってるんでね、僕の塾生さんはそこら辺心配する必要は全くないんですけどね、うん、まあこの辺はねちょっと分かりませんからね、うん、まあそれでやってください、ね、でキーワードさえねちゃんと理解して覚えるというふうにやればこれでも完全合格、完全合格なんで100点近く取れるってことよ、ここまでやるとね、うん、でこれがね数学が得意な方なおかつ暗記も得意だよっていう方向けの、まあ、勉強の方法です、 OK ですかね、はい、ここまでまずよろしいでしょうかね、うん、ではね、次にですね、数学がちょっと苦手だなっていう方向けのね、お話に移っていくんですけどもね、ここからはですね、ちょっともう1時間近くも55分ぐらいかな、うん、55分ぐらい喋ったんで、一旦ね、うん、ちょっとここでストップします、1本目はね、うん、で2本目、ね、これから撮影に入りたいと思いますね、まあ、この辺もちょっとひっくるめてね、お話をしていきたいと思います、2本目でね、でその2本目の時にね、2本目の時にですね、
はい、こちらのねさっきの練習問題映してあるじゃないですかね、うん、これも一個一個丁寧に全部喋りますからね、うん、OK ですかね。したがって、次のね、まあ、続きの動画ね、まあ、続きの動画もね、あの無料公開にしますからね、うん、あの全部最後まで無料公開にしますんで、続きの2本目、まあ、いわゆるプレ講義の2本目ですね、うん、の方で、しっかりとね、数学が苦手だという方、さっきの練習問題があれって止まってしまったよってできたんだけどスラスラいかなかったよとかね、うん、まあ、そもそもちょっと苦手ですっていう方ですね、その方はまずじっくりと次の2本目を聞くようにしてくださいね。 OK ですかね。はい、でそれをやった後にですね、それをやった後に改めて、ね、改めて、はい、今のね4のこの下のですね数学が苦手な方向けのですね勉強の方法をしっかりとお話をしていきたいと思いますね。うん、でこの後にですね、まあ、僕のね、建設業経費の財務分析ですねの講座のね、ちょっとご案内ももちろんさせていただきますけどね、それとのちょっと関連性なんかもね少しお話をしていきますからね。はい、ということで、数学こっからね、あの数学が得意な方はもういいですからね、こっから多分見なくてもいいと思います。あのぶっちゃけた話ね、数学が得意な方は僕の講座じゃなくていいと思いますからね、うん、他講座もしくは独学で結構だと思いますんでね、うん、数学が得意な方はここまでで OK だと思いますね。あとはね、独学でされる方はね、各自こちらの 外説を買ってきていただいてね、自分でしっかりと勉強していってください。あと僕のね、このさっきの言ったようにね、やり方でね、この順番でやられるともういいと思いますよ。ね、これで儲かると思いますからね。はい。で、もしかね、他校さんにね、受ける方はね、多分ほとんど他校さんの方ね、受けると思うんですよ、皆さんね。うん。その方はね、うん、もう引き続きね、まあ僕のこれ言ったことを忘れてもらっても別に構いませんからね。他校さんは他校さんの多分戦略があるでしょうからね。うん、これはあくまで僕の戦略ですからね、後藤道夫、侍塾の後藤道夫も考えた戦略なんで、ね、うん、タコさん受ける方はね、あのタコさんの方でね、もう一回ちょっとリセットしてね、あのされるといいと思います。ね、はい、ということでね、これから先はですね、うん、ちょっとね、数学苦手なんだよ、暗記も苦手なんです、ね、うん、でなおかつですね、ちょっと独学だよね、ちょっとこの解説ね、ちょっと読んでみたんだけど、なんか難しくてよくわかんねえと、ね、やっぱりこう、誰かに教わりたいなと、ね、ただ今までね、まあ、他校さんとかね、で、勉強してきたこともあって、ね、もちろん悪くはないんだけど、悪くはないんだけどね、でも例えばね、例えば質問対応ね、まあ、僕の場合はメール、電話、動画でのご回答無料無制限ですからね、そういったこう質問対応とかね、をちょっとね、もうちょっとこうやってスピーディーにね、なおかつコクコクねやってくれるところがあったらいいなと思ってたあなたですね、うん、あとはあね、財務分析だけ残ってるんだけどね、科目合格でね、他の2つは受かってるんだけどちょっと財務分析だけなかなか受かんないんだよねっていう方ですね、うん、まあ、ぜひね、あの僕の講座の方をご受講されるといいと思いますね。うん、あの最初に言っておきますけどね、あの僕の講座日本一高いですから、おそらくね、うん、1科目10万円ですから、僕の講座ね、うん、3科目で30万円ってことですからね、うん、一番高いです、僕の講座がね、おそらくね、うん、その代わり中身はむっちゃ濃いですからね、むっちゃ濃いですからね、うん、自信を持っておすすめできるね講座でもちろんありますからね、うん、だから僕は自分でもちろん作ったやつですからね、自信を持っておすすめするんですけどね、ちょっと高いですからね、ちょっと予算的になかなかないという方はね、多分他校さんもしくは独学の方がいいと思いますからね、うん、次の2本目の動画はねあんまりこう別に見なくてもねいいとは思いますけどね、ぜひね、ちょっとね、まあ、いくらでも出すってわけじゃないんだけども、うん、まあ、10万ぐらいの予算だったら大丈夫だし、でちょっと数学が苦手だし、何としてもこの資格受かりたいんだと、ね、で数学のところをねやっぱりさっき言ったように本当に丁寧にね、本当に基礎の基礎からあのちゃんと教えてくれる簿記のね、本とか簿記の講座っていうのはないから、ね、やっぱり後藤道夫のね侍塾のこの数学のね本当基礎的なとこからやってくれるってやつをやっぱり受けたいというあなたですねは、ぜひね次の2本目もじっくりと見ていただいてですね、僕と一緒にこの数学のね基本的なところもしっかりとね、しっかりとこれ暗記じゃなくてね、しっかりとやりますからね、
うん、しっかりとやっていきましょう。はい、では、次ですね、本当はちょっと一本でまとめようと思ったんですけどね、ちょっとやっぱり僕の悪い癖でね、少し長くなっちゃいましたけどね、うん、どうしても丁寧に喋りたくなっちゃうんでね、長くなっちゃうんで、とりあえず1本目でね、1時間喋っちゃいましたからね、これで、まず終わりにしたいと思います。はい、じゃあ引き続きね、ちょっと数学が苦手だという方ですね、2本目の僕のこの動画を見てですね、数学もマスター、ね、してってください。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。はい、じゃあ頑張ってください。